田中圭一1月8日1977年6月10日は日本の農林官僚、政治家、富山県知事、衆議院議員、参議院議員、岐阜県出身、田中喜三郎の長男として生まれる。東京高等師範学校を経て、1925年、京都帝国大学経済学部を卒業。1924年11月。 高等試験行政課試験に合格。大学卒業後、京都市販学校教諭を経て、農商務省に入省し農務局属となる。以後、農林事務官、東京競馬クラブ書記長県理事、日本競馬会理事、農林省三輪局木炭第一課長、農林大臣秘書官、米国管理局第一部長、食品局長、九州地方行政協議会参事官、 九州地方総幹府、第二部長などを歴任。戦後、1946年1月、富山県知事に就任し、同年7月まで在任。その後、岐阜県副知事を務めた。1949年1月の第24回衆議院議員総選挙で、岐阜県第1区に民主自由党から出馬し当選。自由党政務調査会副会長となる。 1952年10月の第25回総選挙では落選し衆議院議員を一期務めた。1953年4月の第3回参議院議員通常選挙で岐阜県選挙区に自由党から出馬し当選。1959年6月の第5回通常選挙でも当選し参議院議員を2期務めた。 1965年7月の第7回通常選挙には出馬せず引退。参議院議員として第2次池田内閣の文部政務次官、参議院地方行政委員長、自由民主党農林漁業基本政策調査会、副会長、参議院自民党政策審議会副会長などを歴任した。1977年6月10日死去。去年81。 ありがとうございます。